はい、じゃあいきましょう、はい、プロスタスキー大集合、本日ですね 2.22 ワイルドヒーロー新木場ファーストリング大会スペシャルということで、ヒーロー大どんでん返しスペシャルという大どんでん返し、そう大どんでん返しスペシャル、口が回りませんね。大どんでん返しスペシャルと、どういうことですか。これは今ね、あのワイルドヒーローが主役ですけども、大どんでん返しが起こるのかそうじゃないのか、なるほどね、ちょっとそのあたりの、まあこれ起きますよ。起きますか。起きますよ。おー、さすが大君。まあ、やってみないと分かんないですけどね、プロレスですからね、こう勝負事っていうのはね、どっちが勝つか分かりませんから、はい、うん、まあでもヒーロー軍は相当も覚悟を決めて、そうですね、戦いに挑むという感じだと思いますけどもね、はい、ちなみにですね、ひとまずですね、大会概要からお伝えしておきましょうか。はい、はい、2月の22日ですね、2月の22日月曜日、新木場ファーストリングですね、18時30分開場、19時開始ということですね。この今回のタイトルはヒーロー14とか13とかってね、そういうタイトルじゃないんですよね。はい、そうですね。今回はワイルドヒーローというタイトルで大会が開催されるということですね。はい、で、チケットがですね、SS 席が6000円、S 席が5000円、A 席が4000円、B 席が2000円ということで、発売されております。はい、お問い合わせ、これ電話番号は申し上げても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、お問い合わせが、はい、080-2091-0201 ですね。これ直通ですね。で、あと E メールもありますので、また E メールは最後にですね、お伝えできればというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、なんと2000円が今日で売り切れ。お、はい、2000円の席はもう売り切れと。はい、はい、本日売り切れでございます。おかげさまで。そうですね。4000円残りわずかですね。なるほど。はい、今回はものすごい、もうだってメインイベント級の選手ばっかり集まってますからね。はい、もうこれチケット売れないの嘘だろうっていう感じですよね。いやでもね、これが意外とね、売れないんですよ。そうなんですか広まらないんですよ。あでもう今2000完売で、はい、まあ最前列の6000も、まあ、あとほんと何枚しかないんですけど、ね、はい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 、わけで5000円なんかもうなるほどありますんで。なるほど全部でこれ新規模で何席ぐらいあるんですか。今回316席。あ、316席。はい、うーん、私の把握してるのはまだね130ぐらいなんで。あ、本当ですか。言ってるのか。でも頑張ってください。1週間ぐらいでバタバタってきますから、うん、あ、本当ですか。はい、皆さん買っといてもいいですよ、早いうちに。いや、これ買った方がいいと思います。いや、でも相当すごいカードが揃ってますからね、うん、後ほどカードを紹介させていただきますけども、はい、で、佐藤代表にお聞きしたいんですけども、はい、これまで今回そのワイルドヒーローになってますよね、はい、これまでの経緯ってどんな感じですか。ヒーロー13で、はい、ワイルド軍団に、はい、メインイベントを潰されまして、はい、潰されて、はい、全然板橋、そうですね、板橋大会で全然関係ないワイルド軍団が一足乗り込んできて、試合中に、はいはい、で、まあ、ノーカウントとなってしまいました、はい、で彼らは、まあ、ヒーロー、はい、余ったれてるとヒーロー、はい、うん、生ぬるいとプロレスの厳しさを教えてやるということで、ヒーロー14で、はい、メインイベントで、うん、ヒーロー連合軍とワイルド軍団と、はい、戦って、はい、団体運営権をね、はい、あ、団体運営権をかけて戦ったわけですね、はい、なるほど、ヒーローの看板をかけて戦ったわけです、はい、まあ、道場破りみたいなもんですよ、そうですよね、うん、でこれがまた ひどい内容なんですよ、はい、ひどい内容、ひどかったんですよ、お、まあやりたい放題、うん、闇木、うちの選手の闇木選手は、ロープにテープで縛られ何もできないようにさせ、で喧嘩隊選手には毒切り目つぶしされますね、はい、でもう動けないようになっちゃって、で友龍だけ、4対1、まあ、コモンっていう、ワイルドコモンっていう、ワイルドコモン、はい、が、セコンドにいたんですけども、はい、セコンドも加わってて、レフリーももうやられちゃって失神しちゃって、はいはい、もう1対4ですよ、袋叩きで、桃太郎がもう怒って途中で桃ちゃんも、はい、桃太郎選手は熱いですよね、熱いですよね、抑えが効かなくなりますでしょ、大変ですよ、もうみんな、スタッフとかも止めるの大変ですよね、ワイドシューター大きいんですよね、大きいですよね、かなり大きいんですよ、大きいですよね、100キロぐらいあるんですかね、うん、はいはいはい、でそれに桃太郎選手が椅子を振り上げたワイドシューターに
リングに上がって向かっていったので、はいはい、あれはすごいですね。ね、もうなかなかできないですよね。そう、熱くなると思う。桃太郎選手はすごいな。だから自分の倍はあるよね。あ、ありますね。相当大きいですよ、ワイルド集団選手は。あ、ちょっと紹介しておきますけども、はい、ワイルド軍団は、はい、ワイルドシューター、ワイルドベア、ワイルドセブンと、はい、この3選手ですね、はい、そしてワイルドコモンと、はい、マネージャーですね、マネージャーですね、ワイルド軍団マネージャーと、ワイルドコモンということで、この 4人が、ね、はい、一堂にこう、ね、攻めてくるわけですよ、はい、そうですね、で、まあ、レフリー失神してる中、はい、レフリーの手を使って、失神してる手を使って、で、コモンがこう、ワン、ツー、スリーと、勝ったって言って、もうめちゃくちゃでもどうにもなんないんで、うん、ゴングは鳴っちゃったんですけど、で、まあ、結果としては、はいはい、ヒーロー今まで、5年以上続けてたヒーローが、うん、まあ、運営権を取られちゃって、取られたと、はい、で今回からワイルドヒーローっていう名前になったんですけども、うん、これ取られた佐藤さんのさ、どんな気持ちですか？いや、それはもう、うん、このワイルド軍団っていうのも13日本って出てきて、僕らのこと何も知らないだろうって今までこう、まあ、まあ変な話ですけど、そうなんていうんですかね、まあスタッフもみんなそうですけど、苦労してここまでこう続けてきたっていうことを知ってんのかと。なるほど。こんな軽い気持ちでヒーロー乗っ取ったぞと言ってもらっちゃ困ると、うん、それを見ていた豊島さんはどんな、私14の時はですね、最初のご挨拶をさせてもらったんですけども、はいはい、9曲ぐらいからちょっと所用ができまして、はいはい、メインイベントの時にはいなかったもんですから、お、はい、あ、じゃあもうその一部始終は見てないという、はい、メインが終わってからちょっと戻ってきたら、うん、ああなってたという、ね、ちょっと口元が笑っちゃってますけど、口元で笑ってる、どうして笑うんですかいや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 、でもね、豊島さんもどちらかというと主催者側の、ね、人ですから、そう考えると今の状態っていうのはあまり受け入れられない。そうですね、うん、まあでも、ヒーローあれは13か、13で、まあ、ちょっと私が欠場したときに、はいはい、ワイドセブンが、こういうことを言ってるんですけど、まあ、私に頼まれて、はい、ヒーローにやってきたんだというふうに言ってましたけど、はい、まあ、確かに、ヒーローの13の前々週ぐらいにちょっとホワイト・オブ・ザ・リングっていう、彼らの主戦場を、はいはい、見に行って、うん、それで、まあ、リングで告知させてもらったりして、はい、でそれからちょっと軍団と、飲みに行ったんですよ。なるほど、うん、でその時に豊島さんが軍団と飲みに行った、ワールド軍団と、そうです、でその時にいろんな話をして、いやヒーロー頑張ってるんだけど、まあ、やっぱりまあ障害者は普通に仕事をしながら、その、まあ、1年に3回とか、はい、その程度しかリングに上がらないっていう事情もあるんで、はい、まあ、プロレスの技術的にはまだまだ本当低いんだよねっていうことを、まあ、それはね、はい、ずっと我々の悩みでもあるんで、そういう話をしたの、はい、したら、よし、じゃあ俺たちが本当のプロレスを、教えてやるよと、なるほど、うん、いうふうに言うもんだから、はい、コーチしてくれるのかなと思って。ああ、ワイルド軍団か、うん、そうそう、おうおう、うん、まあね、ワイルド軍団とは言いながら一応ね、はいはい、それぞれ力量を持ってる選手たちなんで、あ、それは助かるなと、うんうんうん、あ、ぜひ頼むと、はい、いうことは言いました。なるほど、うん、したらなんか豊島に頼まれて乗っ取りに来たっていうことになっちゃってるんで、なんかそういえばなんか私は写真見ましたけど、豊島さん乾杯しましたよね。そう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 、ね、あの時、ああ、なるほど、うん、なんかね、あの写真見た時、うん、豊島さんはもしかしてワイルド軍団に入るのかみたいなちょっとビビりましたけど、ね、いや実はもう裏話ですけど、その、まあ、それがきっかけで僕と豊島さんのこの仲が、うん、関係が、うん、一時悪かったっていう、まあ、うん、噂にもなってますけど、なるほど、はい、そうね、今はだいぶ良くなったんですか。まあ、若いっていうか、誤解してた部分があったので、あ、なるほど、はい、うん、もう若いですか？あ、何、この番組クソいの言うあ、いやいや、いいと思いますよくだらんこと言わない、いや、若いですから若い人ですね、若い人ですね、いや、まあ、
で私は血友中にそういうことが起こって年上頼まれたんだ、はい、なんだよって話になるじゃないですか。はいはい、1ヶ月ぐらい連絡取らなかったよね。はい、うん、なるほど。で、あの結局、まあでそのヒーロー14で、ワイド軍団が、まあ、どういう形であれ勝ったわけですから、はい、でヒーローの看板はワイド軍団が持って行ってしまって、うん、なるほど。まあヒーローという興行自体を、はい、ヒーローができなくなっちゃった。そういうことになりますよね、うん、もうヒーローの看板を上げられなくなったと。で、ワイドヒーローとして、あのワイド軍団がやるんだけども、うん、まあ興行もやったこともないし、はい、実際そのセブン、ベア、シューターっていうのいろんな、うん、あの団体に実は出てる選手で、はいはい、ベアなんか多分ね、4つぐらい顔持ってるんですよ。おー、いろんなマスクで、いろんなマスクで、いろんなマスクでいろんな団体に出てるんですよ。シューターも素顔だと、こないだあのベルト巻いてましたからね。あ、素顔で、あるあのまあまあ有名な団体の、セブンもあちこち行ってるんですよ。忙しいんですよね。忙しい、うん、だからあのやるのはいいんだけど、うん、ちょっとそのまあ準備とか できないので、はいはい、その設置会では無理だって言うわけですよ。なるほど、うん、で、あのヒーロー軍の方は、はい、もう待ってらんないと、うん、早くやれと、うん、我々取り返すから早くやれっていうことで、こうまたあの裏で揉めてて、あのまた板挟みになってるんですね。あのなんかあれですよね、佐藤大は板挟みが結構得意。得意じゃないですよ。あ、得意じゃない好んでやってるわけじゃない。あ、そうですか。結構板挟みになりますね人生板挟みです。あ、そう、人生板挟み少し痩せれるかな、痩せちゃったかな。だん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 もうシャープになって、シャープになまあ、それでまあ、ちょうどその頃和解して、はい、したので、まあ、ちょっと相談なんだけどということで、うん、一応話を聞いて、はいはい、じゃあ、うちが主催するので、ええ、うん、まあ、豊島さんの事務所が、そうです。ああ、で、まあ、中立的なところで、ええ、うちが和解し、まあ、和解という前提がなければ無理だったんですが、はい、まあ、一応できたもんですから、じゃあ、うちが主催して、はい、ワイド軍団とヒーロー両方の話を聞いて、はいはい、で、講義をやりましょうと、やりましょうということでスタートしたのがワイルドヒーロー。なるほどね、はい、ということは豊島さんは中立の立場で関わってると。そうです、講義を開催に関して、はい、もうワイルド軍団に対してどうではなく、うん、ヒーローに対してどうではなく、うんうん、もうそこはメインイベントで直接やってくれと、うん、なるほど、うん、なるほど。でも それをそのメインだけでは講義を成立しないので、はいはい、うん、講義としての手、あのパッケージを私が作るよと、はい、いう風な感じです。おお、なるほどね、うん、なるほどね。で、お客さんを呼んで、そうです、で、最終決戦をしろという、そうです、そういう舞台を整えたわけですね。バーッとそこまで、うん、4試合、5試合バーッと作ってって持っていくから、うん、さあ、メインのゴングになったら好きにやってくれと、うん、なるほど、うん、そういう感じですね。舞台を整ったと。そうです、時は来たって感じですね。うん、誰か笑わなくちゃいけないそうそうそう、くすくすってね。じゃあちょっとカードをご紹介していただきましょうか。はい、ね、せっかくですから、はいはい、今回私がですね、はい、全てのカードを、考えまして、はい、オファーさせていただきました。はい、はい、もうすでに、試合順も発表になってますけども、はいはいはい、第一試合、はい、長雲紫龍対、はい、中川翔太、はいはい、新北京プロレス、まあカンフー札幌でおなじみの、そうですね、長雲紫龍さんですね、はいはい、それから、アスカプロジェクトの、はい、中川翔太君、はい、元気でしたね。非常にその、うん、そうなんです、もう元気がいいし、うん、派手だし、はい、イケメンだし、イケメンだし、うん、空中札幌を使うと、ね、いうことで、はい、これはね、第一試合に持ってくれば、うん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 、温めてくれる。なるほど、温めてくれる。中川選手は、うん、ヒーロー2回参戦してもらってるんですけど、あ、もうね、何度か見てますね、はい、私もね、で打ち上げにも参加していただいて、ろう者のお客さんにはもうすごい好感度があって。ああ、そうなんですか、はい、まあ、いい試合になるんだろうなというふうに思います、うん、はい、うん、そしてでこれちょっと、まあ、これはちょっとね、うん、まあ正直だいぶ苦労したんですけど、第2試合、はい、第2試合、はい、これいい試合だな。藤田茜、あ、藤田、第2試合、そうですね、ね、はい、藤田茜、尾崎舞香、うん、組対、
コナミ桃太郎組、はいはいはい、これはですね、コナミと桃太郎っていうのは実はヒーロー14で、はい、チームを組んでまして、なるほど、それでまあ桃太郎はスリーカウントを取って勝ってるんですよね、はいはい、うん、あ、桃太郎は勝っている、そう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 、でまあ、コナミ選手の、まあ、サポートっていうのもね、うん、あったんでしょうけども、はいはい、今までなかなかその勝ちに恵まれなかった、はい、うん、桃太郎選手が、まあ、うん、スリーカウントで勝利したということで、うん、はいはい、まあ、これはその桃太郎コナミ組ってひょっとしたらいいのかな、なるほど、でもコナミ選手がね、はい、継続参戦してくれるんだったら、はい、じゃあ桃太郎コナミ組っていうその新しい名物が、はい、うん、まあ、ヒーローなりワイルドヒーローなり、お、うん、どっちになってもできるんじゃないのかなというふうに思いまして、うんうんうん、これを組ませました。なるほど。で考えたのが相手チームなんですけども、元気じゃなくちゃダメだな、はいはい、うん、もうガンガンぶつかり合ってほしい、まあまあ、コナミ選手も新人なのでまだ1年経ってませんから、はい、そうですよね、うんうん、それでまあアイスリボンの元気印、うん、はい、うん、藤田茜選手、はい、うん、この間フェイスで試合見てきましたけどね、はい、もうなんだろう、豆タンクみたいな、豆タンク、すごい試合をしてくれますんでね。でまたこれは初めて自分のところ以外の団体に小崎舞香選手、はい、アクテンスガールズ、あれ以前大集合にもね、あ、そうですね、大集合で出ていただきましたね、はいはい、この尾崎選手が高校生時代に、はい、全日本のウエイトリフティングのチャンピオンなんですよ。あ、そうなんですか、はい、体は結構しっかりしてますもんね、尾崎選手はね、ウエイトリフティング日本一になったことのある選手でして、はいはいはい、でアクテレスガールズの試合もですね、今のところ欠かさず、見に行ってるんですが、はい、やっぱ力ありますよね。いや、足腰がしっかりしてるなっていうのはよく見てて分かりますね、うん、技術的にはまあね、うん、ちょっとまだまだなのかなっていうところは、はいはい、まあ1年未満ですし、ありますけど、あ、この力はすごいなと、うん、あとは、まあ、まあ精神力強いですよ、うん、うん、からその2人が組んで、はい、でこれでコナミ桃太郎組の進化が試されるわけです。あ、なるほど、なるほど、そういう風な思いのカードです、うんうん、はい、まあ、それで、そして第3試 合、これも面白いと思いますよ、はい、レッスルワンの田中稔選手、うん、はい、と、海援隊道場の洞口義弘、洞口選手ですね、うん、これは実は結構レアなカードですよね、もうものすごくレアだと、初めてじゃないですか、初めてです、ね、ですよね、うん、彼ら2人だと、まあ、しかもその、うん、ジュニアのレジェンドと、うん、まあまだ新人の方の部類ですよ、ね、まあこれからですよね、そうそうそうね、うん、もうスーパーチャレンジマッチ、うん、でこれは実は歌舞伎町で生まれたカード、あ、歌舞伎町で生まれたカード、はい、おー、私はたまたま行きつけのノーメアに行ったら原口君が先に飲みに来てて、はいはい、一人でバーで飲んでたんですよ、はいはいはい、でまあ彼 WNG の練習生時代が知ってるんで、うん、はいはい、お久しぶりって言っていろんな話を2人で知ってる時に、まあ、ワイドヒーローすごく興味があるんですよ、はい、本当にもうおおむねこれでいっちゃおうかと思ってるんだけど、うん、もう一試合作りたい、作りたいですって、じゃあ誰と戦いたいのって言ったら、田中美濃選手、美濃選手は生まれ故郷が同じなんですって。あ、どちらなんですか。愛知の方でしたね。愛知の方で、なんかね、隣町なんですって。同郷の先輩で、尊敬するレジェンドの選手ということで、はいはいはい、いつかは田中さんとやりたいというふうに思ってた、まあもう酒も入ってるから、なるほど、もう思いの丈をね、はい、コンコンと言うわけですよ。あ、うん、分かったと。じゃあ今ちょっとね、うん、あれ、みのるさん電話してみるよ、はいはい、こう言ってるんですけどどうですか、僕は OK です、それで決まったんです。すごいな、やれんのかって感じですね、ね、なんかどうも取れみたいなそんな感じですね。ほんと決まっちゃいまして、で後付けでその解体道場とレッスルワンの OK もらって、うん、あー、すごいですね、うん、
まあ、そんなの挟みつつ、はい、第4試合、第4試合シュリー、これもすごいな、中島有沙組対、はい、松本博代志田ひかる組、あのこれって、今女子選手のスターばっかりじゃないですか、そうです、あのこれ組んだ時に私ツイッターか何かで言ったんですけども、うん、およそ今私が考えることもできる女子の最高峰です、うん、ねえ、もうスターばっかりですよ、はい、すごいな、オールスターだこの試合だけは、はい、ここからもうこれでメインが組めるか、あのもうだってメインでも全然遜色ない、メインでいいカードなんですよ、そうメインでいいカードですよね、うん、そうなんです、うん、これでこれはもうあれですね、うん、団体所属団体 OK 出ましたよね、時間かかりましたねいや本当そうですよ、うちの大会でやりたいとかある、いや、ね、そうなんですよ、で、あの、シュリー選手と松本選手なんかはもうほとんど接点がないので、うんうん、その絡みは非常に珍しいと思いますね、でも案外松本選手って総合格闘技 の, そのトレーニングやってるんで、うん、面白いかもしれないですね、うん、シュリー選手はね、あのやっぱりキック、ね、うん、ま、あの打撃系中心ですから ね, ね、うん、あと、まあ、それに対して松本選手大きいじゃないですか、はいはいはい、恵まれた体格を持ってるので、うんうん、もう完全に受け切ってくれるのか、うん、あるいはシュリ選手がそこに風穴を開けてぶっ倒すのか、はい、そういうところ面白いですよね、面白いですね、うん、で中島選手と松本選手は、うん、ヒロヨの逆襲っていう新木場の、そうですね、あれで、シングルマッチをメインでやってるんですけども、あれはもう泣いた、私は、私も泣いた、泣いた泣きました、泣きました、泣けすもう泣きました、あれは、あれは泣きました、超ベストバウトですよ、うん、本当に素晴らしい試合、ね、素晴らしい試合でした、うん、であれを見た時からいつか組みたいなと思ってたんです、うん、まあでも同じシングルじゃちょっと芸がないじゃないですか、はいはいはい、ね、そこになんかこうまた一つずつくっつけようと、うん、ね、もう志田選手はもう優に及ばずというか、もうフリーで新宿フェイスの自主興行4回ですよね、もう新宿フェイスでやってますもんね、うんうん、もう定期的にやってくれる、はいはい、それでちゃんとお客さんも入ってる、うん、実力者、実力者ですね、はい、シリ選手もね、4月から総合格闘技パンクラスの方に、ね、行きますけども、うん、また行きますよね、だからもう一回これっていうのはひょっとしたら難しいカードになるかもしれない、あ、それはありますね、そういう恐れはね、うんうん、そうなんです、はい、これもぜひぜひお楽しみにしてほしいなそしてセミファイナル、はい、これもなかなか珍しいですよ、いや珍しいだけど、総合系の選手が2人入っていて、はい、しかもね、あのどっちかっていうとデスマッチ系のね、うん、デスマッチファイターが入ってるというね、はい、まあ先に参戦選手発表したので、はい、みんなはまあその UK 同士がまあやるんだろうなとみんな思ってたの、うん、まあ、でもその段階から私こういう方向でどうですかっていうのをこの4名の方にあのバラバラにお話をしてたんで、すごいねこれ、でしばらく経ってやっと全員の OK が出て、あの実現しますものが、金原博光、うん、葛西純組、はい、タイ、はい、佐々木隆、はい、伊藤隆文組と、ね、補足しますとこの、まあ、金原選手はUWF、はい、インターナショナル、キングダム、うん、それからリングスと、リングスとね、そういう経歴を持った上で、はい、総合格闘技でも70数戦して、はい、まあ、当然のように、勝ち越してるんですけども、はい、で現在 UKR 金原道場を、はい、主催して実力者、そして、伊藤隆文さんはですね、はい、パンクラスイズム、パンクラスイズム、はいはい、の、まあ現役レジェンドと言われてる選手でございます、ですよね、はい、そこにフリーダムズの2トップ、佐々木代表と葛西純さんが組むのではなく分かれて、はい、金原博を3つか葛西純で組む、はい、これ自体ももうまずないでしょう、そうですね、うん、もうまずないですね、で佐々木選手と伊藤選手が組むっていうのは、うん、まあこれもまずないですよね、ないですね、はい、からこの1試合で4回も5回も面白い、うんうん、これはでも本当になかなか見れないですよこれ、うん、そうなんですね、これは私の本当の今回の肝入りのカードです、ね、はい、もうすごいですよこれはい、
もうこれもどっかでメインにできるような、いやもうメインできますよね、だって、うん、もうだって、うん、佐々木隆選手と笠井純選手はフリーダムスはもうずっとメインですからね、ですよね、そうそうそう、うん、そうなんです、そう、そしてここまでのですね、うん、ここまでのこんな自分で言うのもなんですけどもこんなすごい5試合の後に、はい、ワイド軍団対ヒーロー連合軍、はい、プラス篠瀬みとしという、はい、いうカード、ね、このだってこの舞台がこうね、もうこのメインイベント級の試合が終わって、はい、でその舞台が、ね、整ったところで、うん、ワイド軍団ヒーローと、これはちょっとね、結構このワイド軍団ヒーロー軍団プレッシャー大きいですよ、うん、ですよ ね、はあ、だってがっかりさせちゃいけないですからね、うん、ヒーロー軍団はでもそんなにでもね、あんまり感じなさそうに思うんだけど、どうなんだろう、まあ選手たちに聞いたら、うんうんうん、正直カードびっくりしました、いやそれびっくりしますよね、こんな後楽園級じゃねえか、そう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 、こんな名門級の選手がね、その自分たちの下で下で試合してるわけですから、そう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 で、名門で自分たち締めるわけですからね、これがね、あれなんですよ、あのはっ、ん、何、これ、誰が呼んだんだよ、誰が呼んだんだよ、なんだよ、不愉快な人だな、帰るよもう、ほら小島さん、いやなんか今なんか どうだったんでしょうね、ちょっとなんかよくわかんないんですけど、ちょっと、あ、闇さんひとまずじゃあこっちに座りましょうか、闇さんなんかぜひ言いたいことありますでしょう、ね、すいません、またこんなことも、いや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 、どん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 です、つーさんもぜひ、こっち闇さん真ん中行きましょうか、うん、はいはい、でつーさんもちょっとどうしたの、つーさん今なんかなんかなかったなった、いやなんか、うん、怒って帰っちゃった、どれ、としもさん、はい、どうしたの、もう山木さんが現れたからこうなったの、そうです、あれどうしたんでしょうね、なんか山木さんととしもさんと全然切れたもんね、ねえ、わけわかんない、わけわかんないですね、ちょっと山木さんちょっと聞きましょうかね、あの今度ね、あのワイルドヒーローとね、あの全面戦争になりますけど、山木さんの、まあ、いわゆるこの試合にかける思いっていうのをちょっと聞かせていただいていいですか、ちょっと僕通訳で、あ、そうだ、佐藤さんね、はい、通訳でちょっとお願いします、はい、うん、今通訳中ですね、前に戦った時に、はい、試合中は、はい、ロープにくくりつけられて、ああそうロープにくくりつけられたね、はい、うん、何もできない状態で、ね、うん、何もできない、はい、やらせてもらえなかったと、本当に怒ってると、怒ってると、で、次は必ず倒して、ヒーロー取り戻す、ヒーロー取り戻すと、はい、なんか秘策ありますか、彼らに勝つ秘策というか、なんかこう作戦みたいなの、次は、はい、篠瀬選手に協力をしてもらうから、はい、まあ、パワーあるし、うん、すごい力強い選手なんで、うん、まあ、心強いと、はい、まあそうですよね、はい、ちなみになぜ今日豊島さんが来てて豊島さんをこう追い出したような形になっちゃうんですかね、豊島さんって中立ですよね、豊島顧問は、はい、ワイルド顧問、絶対ワイルド顧問の中身、はい、でも俺は分かってるから、はい、
あ、次の試合でもう許さない、うん、そういうことか、はい、豊島さんは割とこのどんどん辻褄合うよね、だとね、そうですよね、辻褄合うというか、ね、タメさん、あれはあの闇木さんが考えた新しいサブミッション、僕も食らったあれバルーン固めだっけ、あれもやんない、ひとつわざひとつわざ考えた、言っちゃっていいですか、いいよいいよっていうか多分あでも作戦がほら手の内見せたらまずいんじゃないですか、うん、いや新しいサブミッションいや、ま、技の中身見せてないからいいじゃん、ただ新しいサブミッションを今開発したっていう、なるほど、私も食らったんですけど、うん、首がもう痛くて痛くて、あそう、バルーン固め、うん、今言ってます、新しい技、はい、いや新しい技がもう塞いで、はい、今度の2月22日、はい、ね、叩き潰すということですかね、なるほど、じゃあちょっとあの闇木さん、あのワイルドコモをはじめワイルド軍団にこうちょっと一言お願いしますよ、これオンエアの時はここテロップ欲しいねいや、大丈夫ワイルド軍団、はい、ワイルド軍団ヒーローに乗り込んできたことを、はい、後悔させてやる、おーヒーローに乗り込んできたことを後悔させてやると、楽しみですね、これは、そう、ね、ツーさんどうですか、身内として、身内として、うん、それは今度のあの闇木さんの、うん、必殺技ね、うん、バルーン固めと、うん、あとあのトペコンヒーロー、トペ水師だ、トペ水師だ、うん、ね、練習してますから、落ちないようにした練習してますから、はい、うん、出るんでしょうかね、ね、これはあれですよ、ヒーローとワイルドヒーローのあれですよ、運営コントラ運営ですよ、運営コントラ運営ね、なるほど、どっちが、ね、運営権を取るから、うんうんうん、ですね、ね、はい、なんか最後はちょっとねドタバタドタバタになってしまいましたけどね、これワイルドヒーローどうなるんでしょうね、闇木の経歴とかです、ああそうですね、あの闇木さんちょっとご紹介しておきましょうかね、はい、あの元新日本プロレスの練習生の方で、はい、あのポーゴさんとかポーゴさんグラン浜田さんとかと練習され、はい、同期で練習されてた方ですね、うん、で聴覚障害者だということで練習に来てはいいって言われてるんですけど、うんうんうん、試合には出させてくれなかったということで、なるほど、はい、うん、でポーゴさんと も戦っている、まあなんつうのかな、戦友みたいな感じですね、ポーゴさん、あ、うん、でね、ヒーローを始めて、うん、で聴覚障害者の方々ももうヒーローですよね、彼はね、うまいね、心大好きな人、うん、うん、毎日仕事でこうなんつうの物を運ぶ仕事してるんで、それがもうトレーニング代わりなんで、うん、なんて言ってんですか佐藤さん、新日本プロレスに、はい、道場に門を叩いた時の話、はい、もう今確認してるところです、おお確認してあ新聞を見て猪木さんが新しくプロレス団体を立てたんだと、はい、プロレス団体を立てたと、うん、俺もちょっとそこに加わりたいと、はい、門を叩いたらしいです、なるほどね、あの当時の新日本プロレス相当練習厳しかったと思いますよ、いやだってもうね、もう鬼の髪の毛って、そう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 、で山本虎鉄選手、うん、あ選手の虎鉄さん、うん、ね、に直接教えてもらったりとか、はいはいはい、すごいよ、ね、小手さんのキャデラックが道場に届いた時にね、はい、道場に着いた時にね、はい、みんな震え上がったって言うんだキャデラックの音がした瞬間にね、そうそうそう、そうそうそう、条件反射、そうそうそうあと聴覚障害者の、はい、聴覚障害者の全国大会の砲丸投げで、はい、金メダルを取ったことがあります、お、うん、金メダルを、素晴らしい、日本一の記録を持っていました、今はもう塗り替えられてると思いますけど、猪木さんもそうやね、砲丸投げ、ああ、砲丸投げ、そうですね、まあ、いずれにしてもね、今度のそのヒーローで、ね、ちょっとこの今日は大どんでん返しスペシャルということでね、タイトルね、目打ってますが、ね、ヒーローが大どんでん返しするのか、ね、できないのか、ね、ワイルドヒーローが政権を
取っていくのか、とね、うん、要するにワイルドヒーローこのまま政権を取りっぱなしになるのか、ヒーローが覆すのか、ね、このね、戦いがコントラ運営コントラ運営、うん、という感じでね、そう行きたいと思いますね。じゃあちょっと改めて概要を、ね、お伝えしておきます。2月22日ワイルドヒーロー新曲ファーストリングですね、はい、チケットですね、チケットが SS 席は6000円、残りわずかですね、 S5000 円、まだまだ余裕ありと、で S4000 円、それから B 席2000円はもう完売です ね。ということでチケット取り扱いが電話番号が 080-209-1-0201 と、ここに出しましょうかね、ここに出しましょう。そして、E メールでもですね受け付けておりますので、 E メールはこちらにね出していただくね、出して、ご案内したいと思います。はい、ということで通さん、通さんもセコンでつくんでしょ今回。はい、つきますね、つくんでしょ。ワイルドヒーローね、ちょっとしっかりと見届けましょうか、はい、ね、はい、ということで最後いきますよ。プロレス大好きダッシュいいですか、プロレス大好きダッシュね、いきますよ。じゃあいきます、プロレス大好きダッシュゴー、いやー、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。サブミッション。